湯河原火山多賀火山、宇佐美火山伊豆半島と多賀火山などの位置関係、多賀火山とは伊豆半島の北東部に位置する火山である。本校では本火山と峰を連ねる湯河原火山と宇佐美火山についても記述する。これらの火山はフィリピンプレートに乗った離島であった伊豆半島が本州側のプレートと衝突、隆起して半島になりつつあった時期に形成された。 大型火山のうちの三つである。火山活動時は千メートルを軽く越すほどの清掃火山であったと考えられているが、現在では大きく侵食され、西側のなだらかな斜面にかつての面影を残す程度である。この三つの火山では、南の宇佐美火山が最も古く、北の湯河原火山が最も新しい。そして湯河原火山は北に現在活動中の箱根火山に繋がってゆく。 これにより、半島の火山活動が南から北へと移っていったことがわかる。これらの火山は、1930年代に、後の東京大学教授、日本火山学会会長である、久野久志によって研究が進んだ。火山の名は、彼が山体西側の崩壊を見抜き、かつての山頂があった方向の温泉町の名を冠したことによる。なお、これらの火山が侵食されて残った。 南北に連なる山寮は、富士箱根伊豆国立公園の一部に指定されており、それに沿う形で観光用の有料道路である伊豆スカイラインが通っている。この道路の脇には整備のために削られた箇所があり、露出した火山噴出物の地層を観察することができる。また、湯河原火山と多賀火山による山寮付近は丹那山地と呼ばれ、昭和初期にはこの山地の下を 東海道本線の丹那トンネルが南高寺の末に貫通。後に新幹線用のトンネルも掘られ、熱管道路のトンネルも貫通し、この山地を越える移動が容易になった。なお、山地の西側には北伊豆断層帯があり、伊豆市の中心外方向へ断層国を形成している。1930年には断層帯の丹な断層などが北伊豆地震を引き起こし、 多数の死者を出している。神奈美町の大嵐山より北西部を望む。中央の山海が箱根山。右のなだらかな稜線が湯河原火山と多賀火山。その稜線の右の膨らんだ箇所が黒竹。湯河原火山の倉掛山は箱根火山の外輪山南園にある。なお、手前の低地は多田平野で、下を流れるのは仮の川。左端の山裾は、 足高さんである、ありがとうございます。